願いします。皆さん、こんにちは。鈴木と申します。私が、今回発表するのは、C グループを使ったリアルタイムの、タスクのパーショニングについてという題です。それでは始めさせていただきます。まず簡単に自己紹介ですけれども、東芝のソフトウェア技術センターというところで働いております鈴木と申します。主な仕事としては、Linux を、自社製品の組み込み、機器に、適用するといったような、仕事をしています。今回、C グループを使ったパーティショニングリアルタイムタスクのパーティショニングということで、このような、流れで説明していきたいと考えています。まず、なぜこのようなことをしようと思ったかという背景、モチベーションを言った後に、C グループの、説明を皆さんご存知の方も結構いらっしゃると思いますけれども、簡単に説明しまして、またそのサブシステムについても結構、詳しく説明パラメータレベルで説明したいと思います。それで、そのような、C グループのサブシステムを使って、そのリアルタイムタスクが、タスクに、タスクが、より、よく動けるようにするにはどうするかといったような使い方のユースケースですね。それをちょっと、示しまして、その中でちょっと性能に関するところについて、評価を、ちょっと取りまして、その考察と、最後にこの、発表をまとめたいと思います。まず、この、調査を行ったバックグラウンドですね。世界によっては、このリアルタイムタスクという ある決められた時間以内に、実行を終わらせなくてはいけないというような、リアルタイムタスクというものと、あと一般タスクがありますけれども、その2つの、タスクが、一緒の Linux の中で、共存して動かなくてはいけないというような状態が、少なからずあると思います。そのような時に、その一般タスクにリアルタイムタスク、一般タスクが、リソースを、たくさん使いすぎて、リアルタイムタスクが、すぐ、動作しなくてはいけないだとか、リアルタイムタスクが、この時間までに終わらせなくてはいけないのに、リソースが取れないといったようなことが起こってしまうと、問題ですので、できればそのリアルタイムタスクのためにリソースをあらかじめパーティショニングしてあげて、それを、リアルタイムタスクに、適用、アサインしてあげて、動作させるということを、行うような、枠組みですねというものがあると、安心して、リアルタイムタスクを使うことができ動かすことができると思います。そのようなことを考えたときに、Linux の中を見たときに、その、C グループス、コントロールグループスですけれども、それが、いろいろなリソースを、アイソレーションして、パーティショニングと、本発表では言いますけれども、パーティショニングをして、そのリアル、パーティショニングをする、メカニズムというものを持っていますので、それで、リソースをパーティショニングして、リアルタイムタスクに、割り当てることができるんじゃないかということを、考えまして、今回、リアルタイムタスク向けに、パッシングした場合の、C グループの使い方についてちょっと調査をしてみました。次に、ちょっと C グループの、説明ですけれども、そもそも C グループとは何なのかということですけれども、ドキュメンテーションを見ますと、コントロールグループス、C グループスは、そのタスクですね、プロセスであったりスレッドであったりといったようなものを、グループという単位に分けまして、それを、グループの中にグループを作ってというような、こう階層構造にしたりもできるようになっているんですけども、そのように、管理しまして、そしてそのグループに、いろいろな特別な振る舞いをさせることができるといったような、メカニズムとなっています。この、C グループスは、具体的にどうやったら使うことができるのかというものを、ちょっと簡単に説明するんですけども、まず、カーネルコンフィグですね。これを、C グループに関するものを、バージョン
関連のバージョンによって、いろいろ、サポートしているサブシステムが変わるので、ちょっとここは一例だけにとどめているんですけども、まあ、関連のコンフィグレーションで C グループに関するものをオンにします。そして、まあ、カーネルをビルドした後は、まあ、C グループスの、ファイルシステムですね、これを、マウントします。そうすると、まあ、もう C グループが使える状態になりまして、で、その C グループの中に、MKDIR で、適当なグループ名を指定して作ると、グループが作成されます。まあ、そしてこの、グループにどうやって既存のタスクを、移動するかっていうと、まあ、まあ、プロセス、スレッド ID ですね、スレッド ID を、まあ、エコーで、そのグループの持っているタスクスというファイルに書き込むことで、C グループ、そのグループに、既存のタスクを割り当てることができます。まあ、ですけども、まあ、その前に、ちょっと CPU セット CPUs というものと、CPU セット Members というものを、まあ、指定してあげないとちょっとできないというようなことがあるので、ご注意、ここはご注意ください。まあこのように簡単に、比較的簡単に C グループを使うことっていうのはできるんですけれども、まあ、この C グループは、グループ分けするだけじゃなくて、その、まあ、いろいろな振る舞いをサブシステムという形で、提供することができるようになっています。で、このサブシステムというものは、まあ例えば CPU のコアだったりだとか、CPU の実行時間であったりだとか、まあ、メモリのリミットであったり、ブロックデバイスの IO の帯域であったりというものを、いろいろ、いろいろ制御、そのグループの、そのような状態を制御することができるようになっています。まあ、このサブシステムをどう使うかというと、まあ、マウントの際に、-O でサブシステムの、サブシステムを指定してあげることで、使うことができるようになるんですけども、まあ、特にこれを指定しなくとも、何も書かない場合は、そのシステムがサポートしているC グループのサブシステムをすべてマウントすることができるようには、なっています。まあで、まあ、今、サブシステムについて、説明したんですけど、まあ、じゃあ、どのようなサブシステムが存在するのかっていうものについて、まあ、そのサブシステムは先ほども言いましたけれども、バージョンによっていろいろ変わってしまうので、本当にここでは一例なんですけれども、まあ、ざっと見るとこのような、まあ、この図もちょっといろんな分け方をしているかもしれませんけれども、まあ、いろいろなその Linux の機能に、機能をサポートしている、ということがちょっと分かると思います。まあ、このように、まあ、いろいろなところに C グループが関わっているので、まあ、うまく使えば、パーティショニングを、リアルタイムタスクのためにすることができるんじゃないかと思いまして、今回や実験してみています。まあ、この、サブシステムどれをサポートしているのかというものを見るには、フロックの下の C グループスというものを、まあ参照してみると、対応しているサブシステムが、参照することができるようになっています。まあ今まで、サブシステム説明しましたけれども、ちょっと今回、サブシステムを、使って、どのようにリアルタイム、タスクに、優先的に、リソースを割り振れるかっていうものを見ていきたいと、考えていきたいと思っていますので、ちょっとサブシステムの、詳しい、ところをちょっと説明、一つ一つちょっと説明していきたいと思います。まず、CPU セットですね。この CPU セットというサブシステムは、まあ、物理 CPU コアを、グループに割り当てることができるという、機能でして、まあ物理 CPU だけじゃなくて、メモリノードも割り当てることができるようになっているんですけど、まあ、組み込みシステムでは、まあ、CPU コアの割り当てのみを、まあ、使用するのが、まあ、普通なのかなと思っています。まあ、その中で、まあ、代表的なというか、まあ、使えそうなパラメーターというものを、示している、ここでは示しているんですけれども、まあ、まず一つ目に、その、まあ、
なんといってもその CPU セットの CPU、 これで CPU コアをどれを割り当てるかっていうものを指定します。またもう一つ CPU セットの CPU エクスクルーシブっていうパラメータがあるんですけれども、これで CPU のそのグループが CPUs で指定したCPU のコアですね、それを排他的に利用するかどうかというフラグをこのパラメータでセットすることができます。まあ、この、まあ、例としてちょっと分かりづらいので例をちょっと示しているんですけども、例えば F グループっていうものが CPU の0と1と2のコアを排他的に利用したいっていう場合は、まあ、このようにエコーで F グループの CPU セットを CPU 図に書き込んであげて、まあ、その後に、CPU エクスクルーシブの方ですね、こちらに位置を書き込んであげれば、排他的に利用することができるといったような具合になっています。次に、説明しますのは CPU サブシステムですね。まあ、CPU サブシステムっていうものは、基本的に CPU の、アクセスを、まあ、スケジュール、まあ、CPU の、動く時間をコントロールするっていうものでして、まあ、2つのスケジューラーを提供しています。1つが、CFS スケジューラーで、もう1つが RT スケジューラーなんですけれども、CFS スケジューラーの方は、こちらはあの今回、対象としているリアルタイムタスクについては、利用することができないものですけれども、まあ一般タスクであれば、CFS スケジューラーのシェアーズというパラメータを使えば例えばグループ A は 70%、 グループ B は 30% の CPU 時間を割り当てるといったようなことができるようなものにはなっています。まあ、今回は、ちょっと説明を省きますけれども、まあ、今回は RT スケジューラーの方をちょっと説明、 IS フルパラメータをとしては書いているんですけれども、RT スケジューラーの方はこれはまあ、あるペリオ、ある、周期の時間のうち、リアルタイムタスクがどのぐらいの時間動くかっていうものを指定することができるものでして、まあ、この仕組みはC グループに限らず、Linux のシステム的にも、RT スロットリングという名前で、実装されてはいるんですけれども、それの、C グループ版と思っていただければ、いいと思います。まあ、例えば、まあ、この RT スロットリングはその、リアルタイムタスクが暴走してしまわないように、するようなものでして、まあ、例えばこの例で示したように、フグループの、リアルタイムタスクが、1秒間のうちに 0.95秒、動くように指定しておけば、もし、暴走したとしても、0.05 秒は、一般のタスクのグループが動くことができるというような、ことでを、という制御をすることが、可能となっています。で次が、CPU ACCT ですね。これは、今まで2つ CPU セットと CPU をサブシステムを説明したと思うんですけれども、その2つは振る舞いを、制御するという、振る舞いを指定してそういう振る舞いを変えるというような、サブシステムだったんですけれども、これは、まあ、完全にその監視するというか情報を、取るというようなサブシステムでして、まあその CPU がどのぐらい動いているかというものを自動的にレポートしてくれるサブシステムとなっています。で、まあ、使えそうなパラメータとしてはそのユーセージであったりだとかスタッツとかそういったような、このように例で示したように読み出してあげると、どのぐらいの時間、CPU が動いたのかっていうものを、見ることができる、監視系のサブシステムとなっています。まあこのように、説明していくんですけれども、次に説明するサブシステムはメモリーサブシステムでして、これは、まあ、メモリーという名前が表すように、
メモリーの、リミットを指定することができるサブシステムとなっています。まあ、また、例えば OM キラーの、動きを制御するといったようなことも、可能となっています。まあ、例としては例えばフルグループが 100MB、の、メモリーのリミットで使うリミットで動くようにしたい、かつ、OM キラーがディスエブにしたいというような場合は、まあ、こういうような、指定をすることによって、そのグループ内の、動きというものを、制御することができるようになっています。次のサブシステムはデバイスイズですね。これは、まあ、その名の通り、デバイスのアクセスをですね、制御すること、アクセスできるか、できないかを、指定することができるようなものとなってまして、まあ、アローっていうものに書き込むと、ではそのグループのタスクが、アクセスできるデバイスを指定することができまして、デナイをデナイに書き込みますと、アクセスできない、デバイスを指定することができます。まあ、ここでは、ちょっとデバイスリストをちょっとキャットしてみて、その A と、あそこに書いてあるものがあるんですけども、これが示すのは、全ての、デバイスのノードにアクセスすることができるというようなことでして、まあ、詳しくは、このサブシステム系の説明で、詳しく書かれているものとして、レッドハットのリソースマネジメントガイドというものがありますので、まあ、そちらを見ていただけると、まあ、いろいろわかると思います。まあ、ここは少し飛ばしまして、次が、BLKIO ですね。こちらは、ブロック IO の、帯域を制御することができる、ものでして、2つのアクセスコントロールのポリシー、を持ってます。一つは、そのグループに割り当てる、ブロック IO の比率で、やるというもの。で、もう一つが、IO スロットリングといって、そのグループが、利用できる、発行できる IO、ブロック IO のリクエストの、数を、指定するといったようなものです。で、まあ、ここでは例として、BLKIO の、シェア、この比率で指定するものですね。これを、示しています。フグループの方には1000、バーグループの方には100を指定することで、まあ、フグループの方の、実行、フグループの方の、ブロッカー用の帯域を10倍に、設定することができます。まあ、あとはちょっと駆け足になるんですけども、まあ、ネット CLS とフリーザーとパークイベントなんですけども、ネット CLS は、まあ、それ単体で、パーシュニングを行うといったようなものではなくて、Linux トラフィックコントローラーと組み合わせて、使うものでして、まあ、そのグループから出される、ネットワークのパケットに、タグ付けをしまして、まあ、それを、Linux コントロ、トラフィックコントローラーの方で、認識して、優先度分けをすることで、ネットワークの帯域を、予約することができるというような、サブシステムになっています。で、次はフリーザーですけれども、こちらは、非常に分かりやすくてですね、もうそのグループの中のタスクを止めるか動くか、そのような、ことを一括してできるというような、サブシステムとなっています。で、最後になりますけれども、パークイベント、こちらは、パークツールですね。それを、グループに対して実行できる、というようなものとなってまして、パークの、サポートしている、モニタリング機能を、利用することができます。このようにちょっと長々と、サブシステムについて説明してしまいましたけれども、まあ、それではこのようなサブシステムを、使って、どうやって、リアルタイムタスクに、優先的にリソースを割り振るかというような、ユースケースをちょっと、考えましたので、ちょっと、ご紹介したいと思います。
ちょっと、妄想も入っているところがありますけれども、まあ、一つ目は、まあ、リアルタイムタスクのために、メモリーを、あらかじめ、アイソレーションしておきまして、それを、常に割り当てるようにするというような、ものです。まあ、こちらのサブシステム、こちらのユースケースは、まあ、もうメモリーサブシステムだけを使いまして、まあ、リアルタイム、まあ、メモリーサブシステムは、フジメモリーの上限を指定するものですので、その Linux のシステムが持っている、ジェネラル、一般タスクとリアルタイムタスクをそれぞれ、そのグループ分けをしまして、一般タスクについては、一般グループで動かして、メモリーのリミットをつけておきまして、でリアルタイムタスクについては、それ以外の、ところで動くというようなことをすることで、まあ、リアルタイムタスクがメモリー枯渇をするせずに、動くことができるんじゃないかなというような、ことを、考えました。で次に、考えたのが、まあ、これはちょっとユースケースというよりは、まあ、そのままサブシステムを使っているんですけれども、まあ、いろいろなサブシステムを利用して、リアルタイムタスクであったりだとか、一般タスクのグループであったりだとかっていうものを、モニタリングするっていうもの、ようなものです。まあ、C グループにはいろいろな、モニタリングの、サブシステムが用意されてますので、まあ、フリーザーであったり CPU、ACCT、メモリー、パーフィーメントなどを使って、モニタリングができるんじゃないかなっていうようなことが、あります。次に、ユースケースとして挙げますのが、省電力ですね。例えばまあ、このような状況があるかどうかは微妙ですけれども、複数の CPU 上で、リアルタイムタスクが、動いているときに、そのときに、例えば CPU ACCT のユーセージを使って、あまり CPU 負荷が、高くないようなときには、片方のコアを、眠らせて、省電力を狙う、まあ、このようなことも、もしかしたらできるんじゃないかなというような、ことを、考えました。次に、示しますのが、まあ、これもそのまま、サブシステムを使っているんですけれども、ブロック、BLKIO のサブシステムを使いまして、リアルタイムグループの方が、利用する、ブロック IO の帯域を、事前に十分割り当てまして、一般タスクの、グループが実行する、ブロック IO の帯域に邪魔されないようにすることでリアルタイムグループの性能を向上させてあげるというようなことを考えました。こちらについては後に評価ということで実験していますのでそちらをご覧いただきたいと思います。最後のユースケースになりますけれども、こちらはですね、CPU セットのサブシステムを使いまして、リアルタイムタスクグループに、CPU、ここでは CPU1 を、そのまま、排他的に割り当てるといったようなものです。これによって、リアルタイムタスクが常に一つの、コアを使用することができるので、リアルタイム性が向上するんじゃないかなということを、考えてみ、ました。まあ、こちらについても、後で評価を示したいと思います。このようなユースケースがありましたけれども、まあ、BLKIO を使ったものと CPU セットを使ったものの評価についてちょっとここで話したいと思います。本当は組み込み機器に対して、やるべきだったかもしれないんですけども、まあ、ここでは X86 のマシンを使いまして、まあ、コアが4つ乗っている、マシンを使って、評価をしてみました。で、まあ、クロックソースはちょっと、既存のものでは、誤差が出ることがありましたので、外部の、
クロックソースを使おうということで、HP を使ったりだとか、あと、ですね、省電、コアの省電力機能が働いてしまわないように、ブートパラメータに、ちょっとアイドルを、コールにするような、ものを指定したりだとか、あと、他の、サブシステムから、妙なオーバーヘッドを受けてしまわないように、まあもしかしたら受けないかもしれないんですけども、まあ、CPU セットと BLKIO だけを、マウントするような形をしました。まあ、これで、ちょっと評価を行ってみた、見まし、このような評価を行ってみました。まあ、どういう評価を行ったかというと、サイクリックテストというテスト、皆さんご存知かもしれないんですけども、まあ、それを、4つの、状態で、かつ4つの、負荷を与えながら、各々100万回実行してみたというものになっています。まあ、サイクリックテストというものは何なのかということを簡単に説明しますと、まあ、ある、周期を設定すると、そこで、イベントが発生しまして、タスクが動きます。その動き始めるまでの、レスポンスタイムですね、これを、ここではレイテンシーと呼びまして、それができるだけ短ければ短いほどいいということになるんですけど、リアルタイム性が高いというようなことになると思うんですけども、それを、評価した、ものとなっています。まあ4つのコンディション、4つの、状態で実行したんですけども、まあ、その状態についてちょっと説明したいと思います。まず1つ目の状態はノー C グループですね。これはもう完全に C グループを使わずに、1つのリアルタイムタスクと、別のというか、まあ、いくつかの、一般タスクですね、それをもう、共存させて動かしたというようなものになります。で次の、状態としては CPU セットという状態、これはCPU セットを使いまして、リアルタイムタスクは CPU3 のコアに割り付けまして、一般タスクは CPU0 から2の3つのコアに割り付けます。そしてこの2つの割り付けはエクスクルーシブにしています。で3つ目の状態は BLKIO で、こちらは、まあ、例で しましたように、まあ、一般タスクと、リアルタイムタスクというものを分けて、リアルタイムタスクの方に、まあ、ここでは、一般タスクよりも、10倍の、帯域を割り当てて、実行するというような、状態にしました。4つ目の、状態についてはこの CPU セットと、BLKIO を、どちらもオンにして実行したものとなっています。このような4つの状態に対して、4つの、負荷を与えました。まず1つ目はノーロードで、これは、何も負荷を与えていないというものです。で、ここでいう負荷というのは一般タスクに、該当するものとなっています。で、ノーロードというのは全然、負荷を与えないもの、CPU ロードは、CPU の、使用率を 100% にするために、4つの BG ループのスレッドを、回したものとなっています。3つ目の、負荷はスケットロードで、これは、コンテキストスイッチを、たくさん実行するように、今回は270個の、スレッドを生成して、まあ、それぞれ1秒間、1マイクロ秒スリープしてまた起きてっていうものを繰り返すような、スレッドになってまして、まあ、この時の CPU 使用率は 100% になっています。最後の4つ目の、負荷は IO ロードで、これはたくさんの IO リクエストを発行するものとなっています。今回は 50の BG ループのスレッドがそれぞれ、ファイルをオープンして 4KB 書き込んで、シンクして、また寝て1マイクロ寝てまた起きるといったようなことを、繰り返す、負荷になっています。これ
によって、まあ、常時47から55の IO 待ちが発生しているというような状態になっています。このような4つの状態と4つの負荷で、実験をした結果をちょっと、示したいと思います。まずは、負荷をかけないときですね。まあ、このちょっと、上に書いてあるんですけれども、上に書いてあるのが状態でして、まあ、それぞれ脳 C グループ、CPU セット、BLK-IO、CPU セットと BLK-IO と4つありまして、でこの横軸が、そのイベントが発生してから、タスクが動き始めるまでのレイテンシーの時間ですね。で縦軸が、こちらは1万回の単位で、まあ、今回100万回実行していますので、例えばこの10というところが、何万回ぐらい実行されたかっていうのを、このグラフを、見れば分かるような、そういったグラフになっています。これを見ますと、何も労働、負荷をかけなかった場合っていうのは、まあ、アベレージ、そのレイテンシーのアベレージですけれども、まあ、全ての状態で、アベレージは変わりませんでした。ですけれどもマックスがちょっとぶれまして、ちょっと異様に実験の内容が悪いのかもしれませんけれども、なぜか BLK-IO だけ、ちょっと遅い、レイテンシーがちょっと遅くなるものが出るという結果になってしまいましたけれども、まあ、ちょっとこれは実験の誤差な気がしますので、ちょっと、今後調査していきたいとは思っています。まあ、他の、状態については大体19から21、24、まあ、似たようなところにいるかなとは、はい、思います。次の、負荷は CPU ロードですね。こちらについても、まあ、あまり変わりはなくてですね、アベレージは、全て11マイクロセカンドとなっています。まあ、マックスも、まあ、こちらはまあ、たまたま、実験の誤差が出なかっただけなのか分かりませんけれども、大体同じようなところにいるということが分かります。まあ、顕著に、結果がばらついたのはこちらですね。スケットロードなんですけれども、これを見ると、まあ、CPU セットを使った、方のアベレージが、アベレージのレイテンシーがちょっと、CPU セットを使わない、状態よりも、良くなっていることが分かります。まあ、ちょっと ですけれども、まあ、ちょっとなぜか CPU セットの時だけの時は、42という、状態が出てしまっていまして、まあ、これも実験の誤差なのかなっていうのはちょっと判断しかねるんですけれども、他の結果については29、30、31と、それぞれ、同じようなところにいることが、分かります。次は、IO の負荷ですね。これの場合やはりアベレージは、大体一緒でして、まあ、10から12の間に、いるというようなことになっています。ちょっと、最大値が大きいため、実際に見える山よりもちょっと左側にアベレージが行ってしまっているというものはあるんですけれども、まあ、このような結果となっています。まあ、こちらもちょっと IO ロードのマックスについては、結構分かれまして、やはり CPU セットでそのコアを、排他的に利用している方はIO ロードのマックスが、あまり、出ていなくて、まあ、使っていない方は、結構出てしまっているような、になっています、ね。このような、結果が出たんですけれども、まあ、考察といったような内容にはなくて、申し訳ないんですけれども、まあ、ただ事実として、まあ、CPU セットが、まあ、効果的に働いているのかなということは、分かりました。まあ、スケットロードのアベレージタイムであったり、 IO ロードのマックスのレスポンスタイムであったりっていうのが、結構顕著に、
リアルタイム性に貢献しているのかなというのが、分かりました、ですけども、まあ、ここでちょっとディスアドバンテージとして示しているんですけれども、まあ、スケットローの時のマックスが大きくなってしまったというのがちょっと、なぜかなというのは今、調査をしているところです。あと BLK-IO については、まあ、こちらはあまりアドバンテージが、まあ、ノーシーグループの時に、比べましてあまりなかったかなというものが印象でした。まあ、ですけども、やはりそのマックスでちょっとディスアドバンテージが出てしまっているというのが、まあ、しかも負荷がかかっていない状態で出てしまっているので、これはちょっと実験の誤差かなというようなことを思ってまして、ちょっと実験をちょっと詰め直してみたいなとは、はい、考えています。まあ、また、たまたまかもしれませんけれども、 CPU セットと PLKIO を、合わせた方は、まあ、アドバンテージは CPU セットのもので、まあ、ディスアドバンテージはなかったというような結果が出ていました。まあ、今発表、最後にまとめたいと思います。まあ、今回この C グループっていうものを、パーティショニングC グループを使ってリアルタイムタスクのためにパーティショニングをしたリソースを提供してあげるというようなことがどのぐらい効果的なのかなということをちょっと調査をしてみました。その結果、まあ、CPU セットですね、まあ、あとまあ BLKIO も一緒に使ったときは、まあ、そのレスポンスタイムを短くすることに貢献しているかなというようなことは分かりました。まあ、今回は性能的なリアルタイム性能的なことについて、調査をしましたけれども、まあ、できればそのリアルタイムタスクを、性能的に、効率よく動かすということもありますけれども、できればその制御であったりだとか保護であったりだとか管理であったりだとか、そういったことに、またそのパーティショニング C グループを使ったパーティショニングというのが使えないかな、そういったアイデアであったりユースケースであったりというのが、ないかなというのは、ちょっと皆さんに、ちょっと問いかけたいところではあるんですけども、まあ今後ちょっと考えていきたいなと思っています。まあ、先ほどもちょっと示してましたけれども、リソースマネジメントガイドレパートのものが非常によくまとまっていまして、C グループを使うときはちょっとぜひご参照ください。以上で発表終わります。質疑応答いきましょう。ぜひ。あ、すいません、実験で使われた RT カーテンのバージョンはどうやって選ばれたんでしょうか。あ、ですね、これはちょっと選んだ時に最新だったものになっているので、まあ、できればもうちょっと新しくした方がいいのかなとは思うんですけれども、 3.0 でやりたかった。あ、そうですね、LTSI を考えて、まあ、3.0 を選択したっていうものはありますね。まあ、できれば今 3.4 の方がいいのかなと思いますけれども、そうですね、3.0 も 3.4 も結構新しいのが出てるような、何か理由があるかなと思います。ちょっと追加調査したいと思います。はい、メモリ、最初の方でメモリのサブシステムを使って、そのリアルタイムのやつとの、うん、リアルタイムじゃないやつを見たんですけど、はい、普通なんかリアルタイムタスク使う、で作るときにメモリは最初に全部使う分は全部取っといて、でそこにまあ、そこにっていう場所でプラス自分のタスクを全部デブロックして動かすんじゃないかなと思ったんですけど、これは動き出した後もメモリをどんどん割り当てていったりとか。そうですね、そのデブロックとどう違うのかと言われると、まあ、確かにとはなるんですけれども、まあ、ちょっとその C グループを使ったユースケースということでいろいろ出してみようというような考えでやったものでして、まあ、これもちょっとまだそのきちんと実験したわけではないので、そもそもできるのかというのがもう微妙なんですけれども、
ちょっと今はその C グループを使って何ができるかなっていうことをちょっとやろうと考えていまして、もうちょっと今後詰めていこうかなとは思っています。本当はリアルタイムじゃなくて、そのちょっとレイテンシーを低くしたいグループみたいな、そういう分割だったら それが使うかなと思うと、はい、その中で、メモリーを割り当ててるのは実際に物理アドレスのどこからどこまでですか、それともさらにサイズを指定するだけ？あ、これはサイズを指定するだけですね。はい、なので、まあ、ちょっと これだとなんかこの部分を割り当てるみたいな風に見えてしまっていますけど、物理的に連続領域かどうかとか、そういうことを言ってるわけではないです。そうですね、そもそもメモリーサブシステムがそういった割り当てをするようにはなっていないようなので、まあ、こういった使い方しかできないのかなっていうのは印象として持っています。ブロック IO のフィットが、まあ、あんまり優位性がなかったっていうところですけども、測り方のところで容器を書いて、まあ、寝てるっていうところがちょっと引っかかってて、はい、ずっと書き続けてた場合に効いてくるんじゃないかなって、お聞きした話だったら、その対響キック制御っていうから、そのずっと書き続けてた時に差が、書いてる量の差が出てくるのかなという感じなんですけど、そこに何か意図があるんですか？そうですね、まあ、実はそこはあまり、きちんと考えていなくてですね、その IO ロードとスケットロードのプログラムって同じようなものとなってまして、こっちはまあ、動作が似てるとは思うんですけども、こっちはその1マイクロセクごとに書き込みをするっていうようなもの、こっちはしないものっていうようなふりになっているだけですので、確かにその連続で、書き込んだ場合のその、比較っていうものは確かにちょっとちゃんとやらないといけないなっていうのは、考えています。はい、ありがとうございます。もしかするとブロック IO の実測がおかしいって言ったなんか、そうですね、やり方がおかしい、ブロック IO はちょっとなんか実験のやり方が微妙なのかなっていうのは思いますので、もうちょっと詰め直して、評価を取り直してみたいなと、はい、思っています。ブロック IO のやつは待機制御でプライオリティコントロールではない、だから ATP は多分実験があるんじゃないかなちょっと思います。そうですね、まあ、そのブロック IO をなぜ入れたかっていうと、まあ、この例えばジェネラルパーパスのタスクが、こちらがすごいたくさん IO をやっていたときに、その影響が CPU にかかってきてしまうことがあるのかなっていうのをちょっと見たかったっていうのもありますけれども、確かにちょっと内容的にはもうちょっと詰め直した方がいいですと方法ではあると思います。思ったのが CPU 設定はかなり効果的 で、 そうです、ね、でかつリアルタイム系のやつって自分ちょっと専門とかあまり聞かないんで憶測で喋っても違ったら違ってるって言ってもいいんですけど、結構割り込み起因でそういうのって始めるから、多分なんて IRQ コントロールであれ CPU ごと割り付けられるじゃないですか、割り込み、あそことその CPU セットとかをこううまく組み合わせるとすごい改善されるのかな、まあ、今回は割り込みかからないようなテストなので、まあ、ここには関係ないんですけど、実環境でそのリアルタイムっていったときはそこと、まあ、もうそれって上手かもしれないんですけど、まあ、そことうまくやるとかなり0点とか改善されていくのかなという気は、そうですね、IRQ の、まあ、アフィニティを設定する機能っていうのは、まあ、あるんですけども、その C グループにはその IRQ レベルでの、何かコントロールをするっていったようなことは、まあ、そのデバイスノードレベルだとデバイスイズとか、まあ、この BLKR だとブロック IO だとかあるんですけども、その IRQ レベルで、やるものサブシステムみたいなものがないので、まあ、そこは、まあ、その IRQ アフィニティの方と一緒に使ってみるとか、そういったことが必要かなとは思います。はい、ありがとうございます。よ
しいですかね。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございました。